これより会議を開きます。議長、早川久美子さん、議案上程に関する緊急動議を提出いたします。内閣提出、国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当等の一部の改正する法律案、地方公務員と共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みまーす。早川久美子さんの動議にご異議ありませんか。動議なしと認めます。国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案、地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。総務委員長、小宮山陽子さん。ただいま議題となりました両案につきまして、総務委員会での審査の経過及び結果をご報告いたします。まず、国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案は、民間における退職給付の支給の実情に鑑み、退職手当の額を引き下げるとともに、公務員共済の職域加算額の廃止に伴う退職等年金給付を設ける等の措置を講じようとするものです。次に、地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案は、地方公務員等の共済年金につき、国家公務員の共済と同様の改正を行おうとするものです。両案は昨15日本委員会に付託され、本日タルトコ総務大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑に入り、質疑を終局し討論を行い、採決の結果、両案はいずれも賛成多数をもって原案の通り可決すべきものと決しました。以上ご報告いたします。両案を一括して採決いたします。両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって、両案とも委員長報告の通り可決いたしました。議長、早川久美子さん。議案上程に関する緊急動議を提出いたします。内閣提出、私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みまーす。早川久美子さんの動議にご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。文部科学委員長、川内博史君。ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。本案は
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第2条の規定等を踏まえ、私立学校教職員共済制度の職域加算額の廃止に伴う退職等年金給付の導入及び職域加算額の廃止に伴う経過措置等のための規定の整備を図るものであります。本案は昨15日本委員会に付託され、本日田中文部科学大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い採決の結果、賛成多数をもって原案の通り可決すべきものと議決した次第であります。以上ご報告申し上げます。採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに、賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって本案は委員長報告のとおり可決いたしました。議長、早川久美子さん、議案条程に関する緊急動議を提出いたします。内閣提出自衛隊法等の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。早川久美子さんの動議にご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。自衛隊法等の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。安全保障委員会、神父秀夫君。ただいま議題となりました法律案につきまして、安全保障委員会における審査の経過および結果についてご報告申し上げます。本案は自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、航空自衛隊の航空総隊および航空支援集団の改編、防衛医科大学校の保健師および看護師を養成する課程の新設、日豪アクサ等の実施に係る規定の整備等を行うものであります。本案は昨15日本委員会に付託され、本日森本防衛大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を省略し討論を行い、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。以上ご報告申し上げます。採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに、賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって本案は委員長報告のとおり可決いたしました。この際暫時休憩いたします。